Guest coming by Skype? Yeah. Good. It would be good since we started 3 minutes to have that because I'm maybe now getting up. I don't know. Yeah. You are listening to WRFUNP Urbana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. こんばんは、Harukana Show の時間です。ホストの麦子です。いつもは京都からショーを進行していますが、今日は春休みを利用して日本からアーバナシャンペーンにやってきました。こんばんは。こんばんは。こんばんは。なんか変な感じですね。スタジオで今横並びになっているので、はい、この暑さは何なんですかって言ったら変ですけど、普通なんですか？そんなことはないですね。多分もう5月か6月ぐらいの気温になっちゃってると思うんですけど。そうですね。25度ですか？最高気温が。そうですね。暖かいですね。もうみんな T シャツ着てます。そう、なんか京都と20度ぐらい違うので3枚重ねぐらいで来たらちょっと耐えられなかった。そうですね。です。トムさん、ミュージックワン、プリーズ、ゴSays that this call is held remotely, so it's like you set it up. So yeah, I think she called her and she picked it up, and so you're probably not. You're probably not. Tom-san's not part of the call right now, I don't think. How do we connect with Rika-san? Tsujino-san. Oh, well, you're not turned on over here.Could you keep a bit? Turn? Thank you. これをミュートに。これはどこだ？マイクロフォンを消して。はい。で。で。聞こえますか？あ、はい。トムさんのパソコンから聞こえますね。We have 30 seconds left on the song, so we're going to have to... じゃあ、ついのさん、アバナシャンペの情報をして、次の曲をかけて、その後に入ってもらうことにします。はい。
シスターカヤで場所でした。では次は、今度は日本とつないで、コーホストの千奈さんとつないで、全員でおしゃべりをしていきたいと思います。千奈さん、おはようございます。おはようございます。聞こえますか？よかった。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていうのは、時差が変わって15時間から14時間になったので、今日本の何時ですか？今8時25分です。それからあと、新聞ですね、例えば今回は朝日新聞に事前に、まあ、あれ、ちょっとスカイプが途中で切れてしまったかな。 Sometimes Skype doesn't work. はい、ちょっとジュナさんのスカイプが、切れてしまったので。でもそうですね、結構学生がやってたり、そのボランティアグループとかそういうのがやったり、あとまあインディペンデント、このインディペンデントメディアセンター、それはまあその地震みたいな被害。おかえりなさい、つなさん、聞こえますか？あ、よかったです。いきなり切れましたね。どうしてでしょうか？どうしてでしょうね。よくあることです、でももうそろそろ時間ですね。はい、じゃあ春休みの学生さん、春休みかと思いますが、旅に行かれる方は気をつけて、いらっしゃる方は来週も同じ時間に春かなしを聞いてください。WRFU is an open forum for the urban Shaolin community. Views that express those of the speakers and do not represent WRFU, Urban Shaolin Independent Media Center, or the Urban Socialist. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye. はい、辻野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にすいません、朝早く直前にちぎれなくて途中にも落ちましたね、なぜか。なぜだろう、いつもわかんないです、ね、でも今日なんか音声がすっごい分かりにくいですよ。